小松川大橋小松川警察署前の歩道橋から見た小松川大橋。上り線用の新小松川大橋は左側。小松川大橋は東京都江戸川区の荒川及び中川に架か,かる国道14号の橋である。小松川橋と呼ばれることもある。下り線と上り線が方向別に架橋されており、後者は新小松川大橋と称されている。 小松川大橋荒川の川口から 4.6km の地点に架か,かる橋で、左岸は江戸川区西小松川町と松島一丁目は勝ち、右岸は江戸川区小松川四丁目に至る。すぐ下流側で荒川大橋が架か,かる、首都高速7号小松川線と並行し、荒川と中川を隔てる背割り艇で、首都高速中央環状線の下をくぐる。 橋の全長は1969年開通の小松川大橋は、橋長698.6メートル、福員15.25メートルの一等橋で、歩道は小松川大橋は、上流側、新小松川大橋は、下流側に設置されている。橋の管理者は、関東地方整備局東京国道工事事務所で、 災害時に防災拠点等に緊急輸送を行うための東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。橋は1924年10月通水を開始した荒川放水路の掘削に先駆けて1922年6月30日に小松川橋が RC 橋脚を持つ木桁橋として開通した。橋長489メートル、福音6.4メートル。 また、同時期に小松川小橋が中川に架けられた。橋町123メートル、福音6.4メートル。架橋位市は、現在の新小松川大橋の位置にかかっていた。1934年11月小松川橋の、下部校の建設に着手し、80万円の公費を、投じて1937年11月に完了し、 引き続き上武港が建設され、走行費247万円を投じて、今までの橋の川上側に並行して、永久橋として掛け替えられて1941年10月、竣工され、小松川橋が開通した。竣工式は、同年11月20日に、川西実造東京都知事が参列する中、橋詰めにて行われた。橋長五十六メートル。 福音18.0メートル、島町54メートル。荒川低水路に架かる、主景官は五連の高下路、ブレースドリブタイドアーチ橋で、荒川高水敷及び中川は共に、単純後半桁橋を有していて、当時として、東洋一の規模の橋であった。上部校の志向は、桜田機械が担当した。また、橋脚である、下ぶこは、 いず基礎及び杭基礎を使用していた。1968年12月の堀線となる、新小松川大橋が、今までの橋の川下川に並行して、高連続箱下田橋として竣工され、1969年4月8日、開通した。橋町698.6メートル、福院15.25メートル。上部校の試行は宮寺鉄工所が担当し、 仮設工法としてて延べ式工法が採用された。急遽は新小松川大橋の開通後は解体撤去された。1973年3月に下り線となる小松川大橋が急遽の位置に新設され開通した。国道14号の橋の前後は4車線だったが、6車線化の拡幅事業が行われ、右岸側は2011年3月10日に完了している。 ありがとうございます。